前回のモーションカテゴリーでもお話ししましたが、構えとはそのアクションをするボタンを押してから実際に攻撃が出るまでの間のポーズ。他の言い方では予備動作とかためとか。詳しくは攻撃モーションの内訳の回をご覧ください。スマブラスペシャルにおけるスマッシュホールドはちょうど構えポーズの途中で震わせていますから、いくつか例を見てみましょう。他のゲームと比べた特徴があります。まずボタンを押した瞬間からかなり大きくポーズが変わっていること。待機ポーズからの保管は本来丁寧にやらないと駒飛び感が増えてしまいます。しかしスマブラではレスポンス重視、受け付けた反応を即座に返すようにしています。オンラインやテレビの問題などで遅延するのは防げないからしょうがない。だけれどプレイヤーの入力を受け付けたらすぐに反応を返す、これが理想です。ところで構えがほとんどない攻撃も実は存在します。例えばゼロスーツサムスの弱攻撃、これは反応から1フレームで飛び出します。そう、構えがなくともゲームは成立させることができます。例えばファイナルファイトのジャブは瞬時に飛び出し連打できます。これはレスポンスが良くて気持ちいいですね。ただオンラインでのゲームの場合、そのためが通信によるラグを埋める役割をしていることもあります。またしっかりとしたためや構えがないとガツンと攻撃した印象に欠けるんですよね。だからただただ速くすればいいというものではありません。ともあれ、入力受付をしっかり伝えるという観点から構えを検討してみるのはいかがでしょうか。